おはようございます。今日もチョコトマエレキやっていきます。今日は金133、赤い空歩く人、青い猿、オット3になります。今日のメッセージは、これまでの自分にとって未知の感覚に触れる日っていう日で、まあ自分のこの何かわからないものっていうものに対してすごくこう関心がある日なんですけど、なんかそのわからない感覚っていうものをこう受け入れる準備をしておこうっていう日ですね。すごい不思議なメッセージになります。赤い空歩く人っていうのが、こう空間認識能力っていうものがすごく高いっていうのと、あとはその全てをこう学びに変える、すごく探求心が旺盛な神様なんですよね、っていうのと、今7列目のですね、マヤ暦の7列目の真ん中っていうので、すごくこうスピリチュアルが高まるような期間なので、私たちで自分が意図してない未知体験っていうものをね、することによって知らない自分自身が開けていくので、そういったものをこう受け取る準備をしようっていう日になります。はい。で、今日は金133の有名人は所ジョージさんとですね、皆さん朝の番組でもね、きっとおなじみの加藤浩次さんですね。あとはですね、君の膵臓を食べたいとかでもね、透明感がすごく可愛くて、目がうるうるしててね、可愛い浜辺美波ちゃんになります。赤い空歩く人ってな、どういう人ってなんていうんですかね、こう分かりづらいところはあるんですけど、すごくこう教育的なものだったりとか、そういったことにすごく関心が高いっていうので、赤い空歩く人の発言っていうのって、何かこう考えさせられるものがあったりとか、学びがあったりとか、その方と一緒にいるだけで、なんかこう人生の教訓になるような、所ジョージさんとかまさにそういう方かなと、加藤浩次さんとかもね、こうすごくこうコメントとかにこう力があったりとかしますから。音3でしょ。で、3の方ってすごくこう柔らかい雰囲気がある、し、司会者とか、こう人に話を振るっていうのに、3って人をつなげるって役目があるので、所ジョージさんとかもね、その自分の番組だったりとか、あとはその加藤さんとかもこう司会者でね、コメンテーターでっていうでしょ。3だけで言うと、例えば中井くんとかですね、桜井翔くんとかもね、音3で、やっぱりこう人に何かをこう振る、さんまさんもそうですね、司会者向けですよね、人と人をつなげる、たくさんの人を相手にしても、みんなをこう平等につなげてお話を進めることができるのは3の力になります。なので、今日音3の日っていうのは、道体験っていうのはもちろんね、楽しみながらも、やっぱりこうたくさんの人の間にこう触れるとか、人と人との間で学びがあること、学びがある人になるので、今日はそういった日に人と関わって、ね、自分自身をさらにこう受け入れる準備をしましょう。はい。では今日も聞いてください。ありがとうございます。すいません、ちょっとスタンドなくしちゃって手が塞が手合わせられないんですけど、ありがとうございます。ではまた。